は、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきたいと思います。公式戦最終戦、函館ペンタゴン戦です。まず練習試合ですね。富山ミラージュとやっていきましょう。プレイです。おっと、いきなり点取られてしまった。重たいですね。お、サヨン、うまい。ユーナ、決めた。危なっかしかったですね。それでも同点です。裏をかかれてしまいます。アロマテラピーとか言ってますね。うまい。さよ、ナイス。とこれは追いつかない。さあどこだ。エリカだ。横飛び及川。さあボールを取り合いです。したさよか、エリカ、さつき、うまい。さよ、さあチャンスだ。ユーナ、うん、守備陣に当たってコーナーキックになりましたね。さつきのセンタリングからストーンもつれたが、ちょっとオルガ状態に。むちゃしやがって、なんかまずいってますが。お、やばいぞ。これコーナーキックです。あーっと、入れ合えてしまった。アマディオ。ジャネットロングパス取るか。チャンス、ユーナ。おーっと、右にそれた。おっと、またゴール前。そこが幸子が高さでカバーです。左にそれましたが、もうほとんど時間ないです。さあ試合終了ですね。
てるんですけどね。課題も7ついただきました。さあ、函館ベータ5線です。ここはですね、きっちり勝利で決めましょう。函館ペンタゴンの力を見てみましょう。結構強いです。S も何人かいるし、 A も、結構多いです。なんで安心できないです。さあ、公式戦スタートです。こうやってステラスタジアム、相手ガッターのホームですね。溜まってないと思うし、このままでいいでしょう。左右に変えて、そう狙います。これだけさつき変えましょう。さあ、これで試合です。勝率はアウェイだから上回ってはいますね。絶対的ではないですが、みんなできるさつき、走れ走れ、ゴールが見たい。さあ、コイントスから、これは慌ててクリアです。一度バックパスをしながら進めていきます。さあ、ここさつき通って、つくるみが待っていたがミスってしまった。さあ、これサヨが取りました。相手にボールは渡しません。かなり相手を前に出てますね。さあ、超ロングパス、くるみ、あーっと通らない。一応疎通が通らないです。試験早い。ああ、こい通った。ふわっと気をちょっと危なかった今のは。緑、そのパスからさつき飛んだ、キーパー。相手ボールのスローインですか。すごい、ここはなつきが判断でキャッチです。さあ、萌え、また速攻だ。そこは勝負しろ。ドリブルです。おっと、さっさと抜けられてしまった。おっと、運が悪いが右にそれましたね。危ないとこでした。引き一発、あっと、夏木後半だ。本当に夏木のキーパー力に助けられてます。おっと、相手速いんですね。とにかくインターセプトの後のスピードがすごい速い。しかも抜けられますからね。おっと、ピンチ、てか少ないぞ。前半終了です。結構苦労してますね。トライスをさつきに変えて入れましょう。
さあ後半スタートです。それが多いですこの試合。東海、しかしクラリスがさあ相手に捉えてしまいます。ここから速攻が早い。気をつけないといけません。最後の試合こそ決めたい。守備直前、くるみ決まった。先取点。観客でも考え方分かりません。クラリスがこれすごい。攻めくるみが応えました。次はこれはキャッチついてます。おっとどうしたんだ。さあまたエリカに変えましょう。ここはクルミを戻します。さあここはファールですね。さあ残り約20分になりました。ふわっとクラリスに上げたが ノエルどうしたんだ。守備がコーナーキックになります。さあピンチ危ない。あー入れられてしまった。弾いてしまったぞ。時短が踏んでます。さあもうここから攻めるしかないです。さあミオ、おっと緑が蹴りまして直接シュート。ナーゴがそこに来る。いいか困ってたがいいか決められない。さあ逆に どうしたもんでしょうか。パス全てがうまくいかない。全て同点。不用意捉えてしまっている。チームの状態がおかしいですねこれ。負けてしまいました。最終戦飾れる。チャンスだったんですが、もうちょっと誤ってしまいます。チャンス結構作ってたんですけどね。前半戦相手の速攻に行ってしまいます。先制したのはクラウカリバーズです。クルミが見事です。クラリスの守備はさすがでした。パルコもしてくる。また函館ペンタゴ、
チャンスを作るんですが、うまくいかない。もう完全に抜けてしまって、守備が先に。そしてコーナーキックになって、止められません。マイコに当たる形になりました。さあ、緑が直接シュートです。その後、これエリカ絶対チャンスだったんですけど、シュート決められませんでした。そして後半40分、このロングパスから。青島のロングパスから、縦パス、リーチ、ノエルと決められてしまいます。試合終了に、もうみなしホイッスルが、相手の方が守備圧倒的に高いんですね。最終的には4位で、終了しました。12勝7敗3引き分けですね。勝ち点が39。一つ順位昨年から上げましたね。で、今回残念ながら負けてしまいました。次回というか翌週ですね、高知四万十スと当たります。 S もなかなか多いチームなんで油断はできないとは思います。チームの状態はそんなに良くないかもしれませんが、ここはもう抜けて勝っていきたいと思いますので、次回応援よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。